ゴールデンウィーク四国キャンプツーリングでの話。徳島県の恵比寿浜キャンプ場に夕方着いて、急いでテント張って、さあ買い出しだ、温泉だと思ってたら、隣の小さなテントからもそもそと外国人が出てきた。お辞儀すると向こうはこんにちはと笑顔。お遍路さんの半袈裟和袈裟つけてる。名前はごにょごにょややこしかったクリスと呼んでくれとのこと。今私は買い物行くつもり、何か欲しいものある？でテント紙渡したら、ドイツ人、寿司食べたい。だってこんな田舎で寿司あるかな？レアフィッシュ OK？ と聞いたら、大丈夫だとさ。その後スーパーでバック寿司探してビールと共に買ってきて渡した。ハウマッチ？と聞いてきたけど、あなたお遍路してる、お金もらえない。その代わり私の分も一緒にお願いしてお遍路回って、わし英語苦手だからこんな感じで説明と手を合わせると、向こうもハッとした顔して手を合わせた。キャンプ場には10人ぐらいいたけど、話したのは岡崎人、浜松人、湘南人、3人はバイクとドイツ人徒歩だった。お互い作ったご飯を見せ合いっこして味見し合い、みんなで酒飲みながら旅程と感想を言い合った。クリス君は60日の予定で回ると言っていた。16じゃなく60なのか？と聞いたら、 JA だって。なぜそんなに長く？と聞いたら、日本の景色と日本人が好きだから。景色と建物の組み合わせが美しい。自然が様々な様子を見せてくれて面白い。ソフトな山、ハードな山、平べったい海、荒れた海、畑、田んぼ、お寺、神社、とてもビューティフル。日本人は表面上ドライだけど、少しのきっかけで外国人である私ともこのように仲良くできるのが楽しい、というようなことを言っていた。